はい、皆さんお疲れ様です。みべーです。皆さんにね、改めて報告させていただきます。今日ね、ちょっとね、お昼にね、ショート動画で1000人達成しましたっていうのね、報告をしたんだけど、改めてここでね、1000人達成したこと、報告させていただきます。ありがとうございます。本当にね、皆さんのおかげでもあり、まあ、ほぼ俺のおかげなんだけどね。くそ。はい、ということでね、1000人達成したらね、ちょっと何しようかなと思ってたんだけど、そうだと思って、確かね、5、6ヶ月ぐらい前にね、コメントで、プレミアムガチャ100連引いてみてくださいっていうのが来ててね、これ、ちょっとね、ふと思い出して、これをやっていきたいと思います。それじゃあちょっとガチャ画面行きましょうか。はい、ちょっとガチャ画面来たけど、ゴールデンウィークスペシャルガチャ。みんな多分ね、ちょっとね、あんまり見れてないんだけど、他の YouTuber さんはね、多分ね、これめっちゃ引いてると思う。これを引かずにプレミアムガチャを引くっていうね。これ。このプレミアムね、スカウトをね、引いていきたいと思います。で、私ね、前からね、公言してるんだけど、リップさんのね、視聴者でございますね。で、2ヶ月ぐらい前かな、リップさんもね、同じくプレミアムスカウトでね、100連してまして、確かね、出てなかったんですよ、S が。で、リップさんはね、引く？もう。いる？この説明。ビップさんはね、結構ね、コナミとズブズブの関係だと思うから、まあね、それを見てね、改善されてるんじゃないかとね、ちょっとね、思ってます。改善されてなかったらやばいね。じゃあ早速行きましょうか。いやー、このプレミアムスカウトって一番最初のね、よくわかんなかった時期にね、10連か20連引いた以来ね、全く引いてないんだよね。正直、全然プレミアムじゃなくねっていう話。人いんのかなこれ。はい、10連目はこれは S が出るか、うん、出ないね。まあこれはね、 S ランク出ないよね。正味佐野選手、あ、これはちょっと嬉しいかも。で、あそっか10連目あれなんだ、 A ランク確定じゃないんだ。これも知らなかったわ。じゃあ20連目いきましょうか。ちょっとね、このガチャはね、何が出るかっていうのがね、全くわかんないから、このね、話がね、行くかどうかわかんねえよ、ほんとに。これ尺の使い方、おお、これもしかして全部 B なんじゃない？うわ、全部 B じゃねこれ。確率的にはね、なんか2枚ぐらい出るっていうのをね、VIP さんが出してて、1枚出る確率が 92% だったかな、確か。いや、クソ。いや、クソ。再生さん、ごめんなさい。あなたのことじゃないですよ。はい、それじゃあ30連目行きましょうか。もうポンポン来てるけどね、 A ランクがまだ1枚っていうね。どうする、何の話する。ここまでさ、もうよくわかんないガチャ、ちょっと何喋っていいかさ、全然わかんないんだよね。もうただただ金が消えていくってね。いや、これもっとまあ、ちょっと待って、 A ランクの確定も、おーおーおー、安楽選手。A ランクで喜んじゃうっていうね、もはや。もう頼む。お !A ランクがめちゃめちゃ出る。T 岡田選手。なんかちっちゃくない？ T 岡田選手。なんかちっちゃくない？この写真。まあ、どうでもいいよね、そんなの。で、30連もなしと。はい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 。ちゃっちゃ進んでるけど、これが40連目っすね。いや、もう話すね、話題がね。あ、でもゴールデンウィークガチャにさ、そういえばショート来たじゃん。坂本選手がさ、BP の同士だったから、あれどうなんだろうね。こんなんかもついたし、みんな使うのかな。はい、ということで50連目ですね。今んとこ S なしです。もうどうしよう。いや、リップさんとか何話してたんだっけ、全然覚えてないんだけど。いや、こういうのね、隠れてガチャ動画っていつも何話すか本当迷うんだよね。全然出ないよ。はい、ということで60連目ですね。60連目まで来ました。満月出たと。これは、おっと、これは期待できる。はい、ダメー。はい、ダメー。はい、ダメー。70連目か。もうなんかね、ちょっとね、諦め出してきたわ、さすがに。いや、なんか1000人突破記念、イエーイってね、S ランクね、2、3枚とか引きたかったんだけど、いやー、ちょっと待ってよ。うん。次80連目なんだけど、これ大丈夫か？本当に 2.5%、ちょっと説明見るわ。2.5% ちゃんとあるよね。あと30連で出る？ 80、90、100。あと30連。出るかなこれ。もう出る気がしないんだけど。もうどうしよう。一挙やめようかな、もう。
みんなもう、にやついてもないでしょ、もう。プププーとか笑ってすらないでしょ。わーっとしてるでしょ、もう。もはやここまで見てるんですよ。うぅー2.5% でいいだ。ちょっと待って、これでうおほほ、やっぱり嘘じゃなかった。おマルティネス来た待って、ここでちょっと神引きしちゃうっていうのがねいや、微妙神引き微妙神引きってなんだよ。えまあコメントに困るわ。こういうの大体ね、うわ最悪だわ、出なかったわーっていうオチを期待してたんだけど、ここまで来たらね、いや引いちゃいましたね。90連目で、それも90連目っていうね、微妙な。引くなら100連目で引きたかったよね。どうせダメなんでしょこれ。ね、一応ね100連引いて S ランク1枚でした。あのね、そのまんまだね。うん、92% の確率を引いただけの男だね。やばいな、これ。オチどうしよう。はい、ということでね、ちょっとね、オチにね、困った結果ね、PS 狙い撃ちガチャ引きます。なんでだよね。ちょっと理由をね、説明します。実は私ね、ランキング走ってました。で、TS 選択契約書、今からちょっと引こうかと思うんだけど、ゆうえさん確力してます。ルルルルルルル。大丈夫俺。大丈夫今の滑舌。正直選手がいっぱいおっぱいだった。あ、ごめんなさい。急な下ネタ言っちゃいましたよ。はい、ということで気を取り直してね、ちょっとゆうへいさんをね、取りに行こうと思うんだけど、ゆうへいさんね、S ランクの極みできないんですよ。だからちょっとね、追加の TS 狙い撃ちガチャで A ランクゆうへいさん狙っていきますということで、ドーン、ゆうへいさん。超絶嬉しい。めちゃめちゃ強いしね。はい、ということでね、追加ね、60連やっていきます。ガチャしまくりボンバー A だね。じゃあ引いていきますか。狙いはもちろん、ゆうへいさんの A ランクです。いやー、さっきのプレミアムガチャどうだった？超絶微妙じゃない？じゃあちょっと20連目いきますか。いいね。いいね、いいね、いいね。はい、ダメー。はい、30連目ね。満月 OK よ。もうここで出ないともうやばいね。1枚欲しいの、1枚。そうそう、今4枚持ってて、1枚あればね、極みできるんだよ。頼むよ。飛んで、笑って。笑わない。やばいやばいやばい。お、ゆえ？ナイスナイスナイス。これで極み確定だ。いやー、これでね、結構ね、でかいね。もう1枚？うん、もう出ないか。あね、極みにできる状態なのよ。こっちもね、引いて確保していきたい。頼むよ。もう S はね、出なくていいのよ、勝利。A ランクでね、いいのよ。頼むよ。飛んで、飛んで。できれば笑って。笑わない。待って、あと20連か、20連で2枚出るか？頼むぞ。10連で2枚は出ないからな。もうあれ使っちゃうか、限界突破コーチ。いやマジか。落ちだけに落ちがきいぞ。おい、落ちを求めてこれ引いたのに落ちがない。はい、じゃあここまで来ました。最後、松井選手が出るのか出ないのか、皆さん予想してみてください。私はね、出ないと思います。諦めモード。マジで出んのかい。